最近オリジナルが1曲できましたということでね、最近言ってもどうかな、2ヶ月ぐらい前かな、さらさら年に数曲しかできひんからね、あのできひん年もあるし、まあ、そういう意味では非常に新しい、自分にとっては一番新しい曲で、虹という曲です。あの虹の色、外から全部言えますか？意外とね、みんな言えなくて、あの外側が赤なんですね。でそれより外が赤外線で、一番内側が紫、その内側が紫外線ということでね、あの意外と7色全部言える人が少ないんで、7色順番に言いますので、覚えて帰っていただいたらいいんじゃないかなと思います。じゃあ、あの虹という曲いきます。赤い服の似合う人は情熱的な恋をするのです。橙色が好きな人は意外と地味な性格なのです。黄色のスマホを好む人は実はメールが苦手なのです。緑の手帳使う人は予定をやたらに書き込む人です。青い日記帳使う人は本当のことを書かない人で、藍色の思い出を綴る人は海の深さに涙して、紫色の和服を着れば時の流れを感じられるのです。虹の七色重ね合わせるとどんな世界が広がるのでしょうか。人は皆同じものを見て、人は皆違うことを感じ、人は皆違うものを見て分かり合おうとする。虹の橋は時々現れ、人の心を繋いでくれる。虹の色はいつも変わらず、人の心を癒してくれる。人は皆同じものを見て、人は皆違うことを感じ、人は皆違うものを見て分かり合おうとする。虹の橋は時々現れ、人の心を繋いでくれる。虹の色はいつも変わらず、人の心を癒してくれる。ララランララランラララン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 ラララン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 。虹の橋はいつも変わらず、人の心をつないでくれる。ララランララランラララン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 。人の心を癒してくれる。どうもありがとうございました。ネコでした。